ドイツの自治体ブルマンスクイックの紋章リントブルムは主にドイツに伝わる他スカンディナビアでも知られている伝説上のオロチナイシ翼のあるドラゴンである日本語ではリントブルムとも表記されうるワイバーンやアンフィスバイナと同様中世以降の紋章にしばしば描かれており紋章学においては大しさや容赦なさを表していたというドイツの民族学者 ビルエーリヒポイカー,アートによると、ドイツにおいてドラゴンは8世紀以前に伝わった外来の概念で、ゲルマン民族に元来知られていた地をはう、海部蛇と南方由来の空を飛ぶリュートが、同格視されるようになったのは15から16世紀頃のことである。クラーゲンフルト市のリントブルム像。オーストリアのリントブルムは、クラーゲンフルト市の伝承が有名である、紋章にもなった。この伝承とは別に、 ドイツ2200年代から伝わる別の物語がある。このクラーゲンフルトの近くに住んでいたリントブルムは川の主で川に沿って現れては旅行者を襲っていた。この存在はリントブルムが脅威であったため退治に検証がかけられた。数人の青年がお牛を鎖につなぎ、リントブルムがお牛を飲み込んだ時に魚のように釣り上げて殺したという。デンマークではリントブルムに相当する後は レン・ワームである。レンは、しなやかという意味の形容詞からの派生で、ヘビを意味し、オームは、英語のワームに相当する語でこれも、ヘビの意である。ドラゴーンに相当する、ドレイジと違い、レン・オアームは、スカンディナビアモトライの竜である。北欧ではもともと翼のある竜は知られておらず、シグルズの流体治を示したルーン文字比でも、ドイツの、ニーベルンゲンの歌においても、竜は巨大なヘビの姿で、 表現されている。シーサーペントが描かれたノルウェーの自治体サルヨードの紋章スカンディナビアでは海の怪物をリンノルムと呼ぶ場合が多い。縦紙を備えた馬の頭と蛇の胴を持ち赤い炎のような目をした巨大な怪物であり、船を襲って沈めることもあった。なお、スカンディナビアでは特に18世紀から19世紀にかけて遠洋漁業の漁師や水夫や乗客から シーサーペントの目撃弾が絶えなかった。ドイツやイギリスのリントブルムの描写は主にはわ、矢尻のように尖っており、ワニのように長い頭で鋭い牙を持つ。ただし、イギリスのリントブルムは、川りの翼を持たない姿も多く、そういった翼を持たない個体については、リントド,ドレイクとも呼ばれる。古い時代には、リントブルムは空を飛べないと考えられ、流星とは結びつけられなかった。 稲光や流星がリントブルムの発したものなのではないかと言われるようになるのは後年になってからである。なお、白のリントブルムを見た者には幸運が訪れるとも言われている。ありがとうございます。